あ、ごめんなさい。アニメじゃない、アニメじゃない、本当のコートさー。やあ、せつなけいすけよ。よっしゃ、前回のパートでね、なんかウイルスを駆除するソフトを作ってもらいました。そろそろ目についてるドーナツ食べなよ。確かミカドお兄さんに話しに行くのよな。おるやん、もう話に来てくださいって待ち構えてるかのようにおるやん。仕事じゃないの。ミカドお兄さん、なんでタイミングで家に戻ってきてるんだい。分かってたの、僕が来るの分かってたの。ああ、七足にミサイさん、お帰り。ん？そのアプリはなぜそこにすぐに目がつく？鋭いな、ミカド君。ハッカーのウイルスへの対策として作ってもらったアプリなんだけどさ、ちょっと見てもらおうかなって。なかなかいい作りだね。ウイルスの情報がちょっと古いから、僕に少し手を加えさせてよ。はい。このアプリを作った人、すごいね。ほぼ正確に正確な情報処理が組まれているよ。あと6歩くらい頑張れば完全に駆除できるものが作れそうだ。はい。僕のでも完全に駆除はできないけれど、ほぼ自動で弾いてくれるから、ナラシがウイルスの駆除を処理するときはこれでないと思うよ。すごいな、さすがミカドお兄さん。どうかした？疲労ではないようだけど、随分動揺しているようだね。いや、ムサイさんは初めからかな。どういうこと？ムサイちゃんをいじめたらダメだよ。いじめるなら僕にしなよ。ああ、そんなつもりじゃなかったんだ。ごめんね。まだ何か気になることでもあったのかな。いえ、少しお話を伺いたいと思いまして。何かな？ミカドさんは、ハッカーとの関わりは持っていますか？ストレートに聞くね。確か怪しいって話だったもんな、前回のパート。で、関わり持っとってさ、はい、そうですって普通に言うわけないもんな、そりゃ。けど何この沈黙。直球だね。どうしてそう思ったのかな。もしかしてあれか、今てんてんてんってなったのはさ、スパッと聞くみたいな感じでちょっとした動揺だったんか。顔は出てないけど、味方お兄さん動揺してたのか今。いえ、ハッカーから情報を読み取ろうとした際に、何か特殊なプログラムを利用しているのか、弾かれて情報を得ることができませんでした。そのようなプログラムを組み上げるためには、管理プログラムのことを理解している必要もあります。しかし、そのプログラムを理解できるのは、ミカドさん一人。と、以前自分でおっしゃられてましたよね。まあ、そうだね。集中する作業をする場合は、自宅で行うことが多いようですが、最近あまり自宅にいることはないですよね。何かあればおっしゃってください。でないと私は、ミカドさんを疑わなくてはいけません。それは、ミサネさんにとって辛いことなのかな。あ、辛そうな顔をしている。ナラシ君の身内やけんな。わかったよ。なら気になることは何でも聞いて、僕は正直それを答えよう。あ、だったらちょっと一つ気になることがあるんですよ。前々からミカドお兄さん、ぶっちゃけ年収いくらぐらいもらってます？わかりました。ではナラシさん。俺？ここはミサイちゃんが聞くところじゃないの。大事な場面です。お願いしますよ。おい、大事な場面丸投げするな俺に。おいでいいのかな。へえ、なるほど。どういう目的かはわからないけれど、じゃ始めようか。あの人、そう、あの人っていうさ、黒の組織かっていうような立場の人が出てきたんよな。この人がさ、もしかしたらミカドお兄さん説っていうのが若干あるわけで、そういうわけです。行くぜ。よろしいですか？それでは頑張ってください。ほら来た！あ、ミカドお兄さんとこういう、この場で、一対一の戦いをするとは思わんかった。戦いではないけど。ミカドお兄さんがハッカーの存在に気づいたのっていつ？そうだな、はじめに奈良氏たちが方向に来てくれた少し前、管理ブームの方で少し違和感のある処理があってね。
そこをたどって誰かが干渉していることに気づいたんだ。名付け君のやつだね。それ以前にはなかったってこと？ハッキングしようとしていた事例はいくつかあるよ。未遂でも即逮捕だから、それまでは実際にされたことはないけれど。これさ、いろいろ考えてみたいんやけど、一つの話に対して全部詳しく聞いていっても、損はないと思うよな。だからそのために詳しく聞くことにします。やっぱり犯人でもハッキングしようとする人は、犯罪でもハッキングしようとする人はいるんだね。そうだね、人間ってそのあたりはとても不思議だよね。結構入り込もうとする輩はいるんだよ。それミカドお兄さん、自分は人間じゃないよみたいな感じのこと言うよね。人間って不思議だよねって。この話は特に重要でもなさそうかな。ミカドお兄さんはそのハッキングしようとした人の名前とか情報とかは知ってるの？記録をたどむの僕がやってるよ。本当に誰にもプログラムに関する情報は与えないんだね。そうだね、その点に関しては僕はあまり他人を信用してないから。ほう、となるとさ、やっぱりムカドお兄さんが関係しとるっていう線が濃くなるわけで。一部の人って偉い人たちのこと？そうだね、一度多くの人に迷惑をかけそうだったから、それからこのことに関しては干渉させないようにしてるよ。あ、迷惑かけたくないっていう、そういう気持ちからかなんじゃ。ああ。でも管理プログラムを作った当初からいじらせてはいないよね。また別のやつ？いや、僕は嘘を吐いていないよ。ついていないよか。あ、もう少し詳しく聞いてみようかな。一部の人。一部の人。あの人と一部の人。トラブルがあったようで、一部の人を信用できてない。一部の人だけか。世界中の人々につながるものを全部一人で組み上げたっていうんだから、俺本当にムカドお兄さんはすごいなって思う。そっか、直しに褒められるのはなんだか不思議な気分だな。俺ムカドお兄さんの前で口出さなくてもいつもベタボネだからね。僕は僕のことで好きではないから、それ以外のものなら全て愛しているけどね。すげえな。よし、俺が言うのもなんだけど、ミカドお兄さんってとってもすごい人なのに、どうしてそこまで自分を、なんて読むんだこれ、何気するの、何気するんだこれ、何気するんだこれは、漢字読めないわ俺。生まれついてのものだしな。僕も七種のことがわからないように、きっと七種と同じようなものかもしれない。なんだこれ。この兄弟だったらよくあることなのか、 DNA 的な遺伝子的な問題でさ、この二人共通点があるのか。これはそうなんだ。ちょっと難しそうな話やけん、こんな反応になっている。これ以上何も聞けないような感じになっている。俺も自分が嫌いだけど他のものは大好きだよ。そうか、兄弟ではないけれど、どこか通じるものがあるのかもしれないね。やっぱ遺伝子か、遺伝子の問題なのか。そのあたりってアドバイスないんか！おい、もうお前ただボード見てる時の傍観者になってるぞお前。今までの経験からどうすればいいかわかりませんね。まあちょっとわからないですね今。探したようなところ、詳しく聞きたいところ、気になる部分に話題を振りましょう。あ、でも前ってさ、この何やったっけ？あ、間違えた。あ、まだ間違えた。この話題を振るってね。ここに並べるとある情報って、特定の文章の時に出さんでも、いつの時に出しても聞けるもんってあるよね。だからこの一部の人っていうのをさ、ちょっとここで適当な方で聞いてみたら、そういうやつじゃなかったわ。特定な方で言い出さんかったら意味ないやつだったこれは。あ、詳しく話を聞いてみようかのところで一部の人っていうんか。そうじゃ、そう、そういうことか。ちゃんと七志くんがヒント的なことをボソッとつぶやいとったな。管理プログラムは完成に至るまで、すべてミカドお兄さん一人で組み上げたんだよね。そうだよ。でも、前に別の人間に触れさせて嫌なことがあったから、管理プログラムは誰にも触らせないようにしてる、あるんだよね。普通におかしいのよね。触らせたことないけど、触らせたからこそ迷惑かけないようにって考えたって、そういう矛盾やな。
僕は正直に答えてるつもりだけどずれてんだよ。お前ずれてんだよ。今の管理プログラムができる前にまた別の管理プログラムがあった？そうだね。あ、そういうこと。あ、管理プログラムバージョン2みたいなのがあったんだ。今はバージョン2で前にバージョン1的なのがあったんか。ミサネちゃんからある話を聞いて、その話が本当なら言っている意味もわかるんだけど。ああ、そうだ。ミサネさんならわかると思うよ。え？どういうこと？え？ミサネちゃん、ミサネちゃんもしかして、ミカドお兄さんのなんか深い仲になっている？もしかしてベッドの上で二人きりの時間とかある？もしかして七瀬くんに気づかれないように。話を続けてください。おお、ちょっとだんまりしている。そのあたり否定しないんだね。でも何を聞けば？違和感を感じた部分、七瀬さんもあるはずです。そのことについて聞けばいいんです。ミサネちゃんは？私は何も言いません。それベッドのことについて聞かれたらちょっときついけんか。そういうことか。頑張るね。よっしゃあ、洗いざりは履いてもらうぞ。メサネちゃんとベッドの上で何をしていたかとかな。管理プログラムは一人で作ったから他の誰にも操作できない。でも今ハッキング事件が起きている。そうだね、プロテインだね。あのハッカー集団が初めてなんだよね。何度も言うようだけど、その辺は完璧なものだと思っているよ。だから他人には操作はできないはずなんだ。操作はできないね。詳しく聞くよ。それでもハッキングをされているから僕が怪しいってことだよね。いや、俺はあんまりミカドお兄さんを疑いたくはないんだけど。いや、いいんだ、疑って当然さ。そりゃそうだもん。だってさ、ミカドお兄さん一人しか扱えないものをさ、他の人間扱えてるってことはそういうことじゃないの。上級技術情報を提供してるじゃないのっていう、そういう疑惑がありますからね。ミカドお兄さん、あなたはもうちょっと容疑者としてなっているよ。気になるけど手持ちの話題で聞き出せそうにないかな。もうちょい聞き出さなあかんのか、いろいろ。というわけで話を聞く。でもあのハッカー集団って前に見た限りではあまり協調性がないというか、個々の我が強い気がしたんだよね。うん、仲間内で揉めているタイプだよね。それでも何か一つの目的で動いているように見えるし、このことについて味方お兄さんなら何から何かあるかな。そうだな、ハッカーとは違ったまた別の人間がいるとか。別の人間、詳しく聞いてみようじゃない。そういう人間がいたとして、一体誰がどういう目的でしているんだろう。それは直しても少し考えればここあたりはあるじゃないかな。わからないですね、お兄さん。わからないですね。え、今までのミサネちゃんの言ったことからも一番怪しいのはミカドお兄さんになっちゃうんだけど。あの人、話題にそう付き加えておこうかな。どっかでこのことについて突っ込めるかもしれない。そう、アップデートしたよ。ミカドである可能性があると。やっぱりミカドお兄さんもそう思う？そうだね、あのハッカー集団を統率している人間はいるだろう。僕もその可能性は高いと思うよ。それがお兄さんだと思われるっていう、そういう疑惑があります。まあ君たちがそのことについて多少察しているのなら、すでに解決の糸口は見えてるだろうさ。は？どういうことだ？そういう人物に心当たりってある？あっちではあったけれど、こっちでは他にそういう人は見当もつかないかな。ん？一応さっきの発言に付き加えてもらってもいいかな？そうか、じゃあそうしよう。なんだか持ち合わせぼれてるような感じもあるけど、気になるな。あ？ああ、やっぱりそういうことなの。そういうことなの、やっぱり。ミカドお兄さんが言うのは他人での話だよね。そうだよ。なら、ミカドお兄さん本人が怪しいっていうのはあるってことかな。ふ、
そういうことになるね。おわ、自分立場はやばくなるのにそういうことをさらっと言える。余裕があるな、君。あ、浅いと認めていくね。嘘をつく人間は嫌われてしまうからね。いや、犯罪を犯した人間も嫌われるんですけどね。でも、じゃあつまりさ。うん、僕もミサネさんと同じ未来から来た人間だよ。あれ、ナオシ君、この前メサネちゃんが未来から来ましたみたいな感じを言った時は動転して宣伝タイムが入ったのに、今回は宣伝タイムが入らなかったね。成長したな、ナオシ君。わあ、ミサネちゃんの方がめっちゃ驚いてる。ナオシ君以上にミサネさんを驚いてる。同じ未来人として。あれ、この人もみたいな感じ。同業者的なやつがおったもんね。驚いた顔しているけど、ミサネさんは初めから分かっていたよね。分かってたの？未来から来た人リストに載っていたの、ミカドお兄さんの顔。そんなリストあるんかな。それで、ミサネさんは一体どんな目的でこんなことをしているのかな。ミサネちゃん、それは言えません。そりゃ警察やもんな。警察が民間人に対して自分の行動の内容をさ、普通に話すとは思えんから。そりゃそうか。そうか、なら仕方ないね。これね、さメサネちゃんの過去に来た理由がさ、昔絶版、今では絶版された、昔流行ったあのグッズが欲しいからみたいな、そういうオタク的な理由だったらさ、ぶん殴るな。でも大丈夫、メサネさんは初めから分かっている。自分のしていることもね。やばい、あ、いけないことと分かってやっているような行動なん、これ。それは君が決めたことだ。君は成長している。だからしっかり自分を持って。美人が台無しだよ。いや、ちょっと待って、帝お兄さん、ミサネちゃんの過去を知っているような立場になってるよ、君。君、ミステリアスにミステリアスを重ねてくるんじゃないよ、お前。あなたは？それじゃあ、僕はもう行かなくちゃ。じゃあね。じゃあねじゃないな。おい、今までの話を聞いてたら、もうじゃあねじゃないぞ、お前。じゃあねで終わらせれるような話じゃないぞ、お前。追いかけなくて、いいの？あなたは、私のこと、まだ信じている、いるのですか？そりゃそうだろう、ミサネちゃんだぞ。そうですか。俺はミサネちゃんがどんな人だろうと味方だよ。私がもしかしてあなたに害を及ぼす敵であったとしてもですか？俺にとってはみんなヒーローだよ。それぞれ自分の敵や悪と戦っているんだよ。素晴らしいと思う。そうだぞ、この世界はね、正義と悪の戦いじゃないんだ。正義とまた違う正義の戦いなんだよ。なんか別にどうでもいい、そういうことは言わんでもいいと思うよ。でも正義と悪とをはっきりさせておかないと、そのどちらからも拒絶される。辛くないですか？ウソップ童話や、ウソップ童話みたいなことを言い出した。なんで？え？何度も言うけど、俺は別に悲しくも辛くともなんともないよ。痛みとかはそりゃ感じるけどさ、人間だもん、ナナオ。でもみんなが俺を敵にすることで自分を保てるのなら、自分という席を貫いてくるのなら、それで幸せなら、俺は喜んで敵側になるよ。わあ、正義を見つけるために悪になるみたいな、なんかチャン・ウーフェみたいな感じだよ。ガンダムウィングや、お前。ではもしナイスさんの目の前で辛そうにしている人がいて、それでも助けを求めているわけでもない場合には、ナイスさんはどうされますか？おお、なんか相当重たい話になってきた。表に出さない人って助け合おうとしたら余計に拒絶したりするんだよね。なぜ？いじめられてたら何くそうといじめ返せという人は大概がいじめられたことがない人だし、死にたいと言っている人にお前一人が不幸じゃないんだよっていう人は一人の寂しさや孤独を知らない人だ。だからそういう人に安易にそんな手を差し伸べるのは、その人に追い打ちをかけることにしかならないってことかな。なら、あなたはもし自分と同じ苦しみを味わっている人が目の前にいたら、ちょっと待って、
いたらいたらって、なんでいたらって2回言ってんだ、メサイちゃん。ちょっと、重要な場面だから、制服の間違いとか、ちょっと、どうにかしてもらえませんか。ここ結構重要な場所だと思うんですけど。いや、だから重要だからこそ2回言ったのか。言わなくていいよ。どうしますか。おいと同じだって、きっととんでもなくかわいそうで不幸な人なんだろうけど、俺も君と同じなんだって声をかけると思うよ。なるほど。そう。そうですね。私の知っている七七さんは相変わらずそういう人です。何も変わらない。え？どうかされましたか？いや、なんだか変な感じがして。変な感じ。そうですか。秋高さんたちの方も心配ですね。え？行きましょう。わかった。ミサイちゃんなんだ？心配ですねって何かを感じた。何かを感じたな。ニュータイプ的な直感を。どうした？この世界に来て何かニュータイプ的な力で新人類へと歩み出したのか、ミサイちゃん。